私もお母さんが死んじゃって一人になっちゃったって思ったけど、本当はそうじゃないんだよね。周りに誰もいなくならない限り一人になんかなれないんだよね。生きている限り。私はね、サクヤさんのこと好きだよ。え？奴はあなたと同じ名を持つケイと名乗っているあの鬼は、お柱様のご神木が封じているかの物神を目覚めさせようとしている。
ニエの血によってそがれた力を取り戻し、再びヤマトの地を席巻し、住みやすき闇の領土を広げよう。私にはそれができる。ねえ、センバさん、その男の子、ケイ君って主を目覚めさせてどうするつもりなの？10年前、奴は小さな子供の姿で現れ、人を殺し、人を喰らいました。そして、鬼切りの頭から命を受けた鬼切り役が赴き、切り捨てました。切り捨てたはずでした。実のところ、その鬼切り役は、切り捨てるべき鬼をかくまい育てていたのです。こともあろうに鬼切りの技を授けながら。結局鬼は化けの皮を剥がし人を襲いました。そしてその鬼切り役はすでにこの世の人ではなく、彼にどのような思惑があったのかは闇の中です。生き残った鬼がなぜ主の封じを解こうとしているのか。あの子にはね、主がついているんだよ。主が？正確には主の分け御霊がついているんだよ。分け御霊って？御霊を分けるで分け御霊さ。孫悟空が抜いた毛に息を吹きかけて分身を作ったりするだろ。あの子が鬼切り部の目につくような行動をしているときは、主の方が表に出てきているときだろうね。普段はあの子のままなんだろう。現に宇月、あんたはあの子に殺されなかった。奴は自分はそれほど長くなさそうだと言っていましたが、文字通りなんだろう。主の分け御霊に疲れてから10年、何度か暴走したとはいえ、ずっと抑えてきたっていうのは並大抵のことじゃないよ。そろそろ限界だと悟ったんだろうね。だからあの子は蛇塚にやってきた。主の分け御霊が自分の本体を助けるためにとかじゃなくて？推測だけどね。あの子が何のために鬼切りの技を覚えたのかを考えれば。鬼を切るため。そうさ、あの子は御神木に封じられている主そのものを切りに来たんだろうね。いくらなんでもそれは千葉妙見流の秘伝を得得しているとはいえ、あの縁の行者と水木の民の長たちが手を結んでなお封じるより他なかった物神を切れるはずがないだろうね。あの当時に比べれば千を超える夏の積み重ねが奴の力を削いでいるはずだけど、それでも分け御霊なんかとは比べ物にならないぐらいの力を持っているんだよ奴は。その分け御霊すら抑えられないようでは。おそらく封じが解けた瞬間、あの子は主に乗っ取られる。
それで今日はお柱様のところに行って話し合ってきたんだよ。たとえあの子の命を奪うことになっても、あたしらは封じを守らなくちゃいけないってね。さて、おそらく明日の朝日に月が消されるまでが勝負どころだね。ちょうど今夜が満月だ。それじゃあ行ってくるかね。行くって、どこに行くの？お柱様のご神木だよ。鬼が出るか蛇が出るか、あの子にしても奴にしても、結局狙いはそこだからね。まさかあんた連れてけなんて言うんじゃないだろうね。ううん、そんなことは言わないから。だけどその子強いんだよね。主の分け身玉が出てきちゃった場合はもっと。まあね、そうだね。では。うずき、あんたも来るのかい？人にあだなす鬼を斬るのが我ら鬼斬り部の使命ですから。それでケイ、私に何の用だって？私は千葉さんみたいに戦えないけど、朔也さんの力になりたいから。だから私の血を飲んで。おいおい、この堅物で恐ろしい鬼斬り役の前で、あんたの血を飲めってかい？でも、合意の上のことだから。朔也さん、先に行きます。望月の世の水木の足なら楽に追いつくはずですから。知らないのかい？
私は半端者だから四本足にはなれないんだよ。ではせいぜい苦労して追いついてください。あんまり話されると追いつくのに苦労するね。だけどお腹が減っては戦争できないっていうし、ちゃんと飲まなきゃ力が出ないよ。あのね、ケイ、どっかのシリアル食品の CM じゃないんだからさ。だけど私の血って栄養ドリンクみたいなものだし。まったく、あんたも大概ムードのない子だね。ケイ。サクヤさん。サクヤさん、どうしたの？そりゃ、だから平気、大丈夫だって。ああ。